った。あ、軽くなった。ちょっと待って。あ、な、なに、ちげ、な、西村、え、なんかでかいよ。ゆっくりこっちに寄せよ。針にかかってないから。おお、いや、食ってるよね。はい、皆さんおはようございます。ジンです。今日またアジ釣り来たんですけど、来る前からいろんなハプニングが、今日バイク持ってくるの忘れたんで、もし風吹いたりするとちょっと綺麗にね、あの収録できないかもしれないです。ごめんなさい。あと今日電ドリール一応持ってきて、この場所に木がついていて、こう V ホルダーの固定ができないんですよね。もう見てる通りに今ちょっと狭いところで、まあ、どこにつけるところもなく、まあ多分刺してあげてビシ入れて竿をずっとこうやって立てないといけないのかなと思ってます。それ分かっているからかな、誰もなんかこうホルダーつける人いないですよね。ということで今日楽しく釣り行っていきたいと思います。でスタッフさんがでっかい電ドリル使うんですけど、バッテリー持ってきてなくて私があげました。私小さいリールなのでこのまま使います。まあこれでも多分釣れますよね。まあ棚の練習にもなるしいいと思います。今日使う餌はイワシミンチ。ここのミンチがなんか余計にすごい細かい気がします。でさっきまで結構寒い感じあったんですけど、今すごく日があったかく綺麗になってます。うわー、東京の朝綺麗ですねこれ。大丈夫ですか。あ、ちょっと違うかな。やっていいですか。専門家だからやりますよ。1回しかやってないけど。魚がついてる場合は必ずこれで両手で手繰ってください。左でもそうです。はい、私3本針です。攻めましょう。今日3本針でやってみます。1投目下から2メーター23メーター。これは新しい竿ですね。サーベルマスターエクスチューン、太刀魚天矢釣り専用ではあるんですけど、穂先があの敏感なので、今ちょっと 40g の LT アジの釣りに、ちょっと使ってみたいと思います。今日はたくさん釣れるのかなと思って、前に2本針で特に問題なかったので、今日は3本針でちょっと頑張ってみようと思ってます。で一番下に青い染め小さく切ってつけて、その上に2つが赤タンつけてます。で私電ドリルなんですけど、今日バッテリーがないよ。バッテリーがないのでこのまま釣りやります。今のところ反応ないですね。ちょっともう1メーター上げてみます。 今3メーターぐらい。もうイワシは綺麗にね、すぐなくなっちゃうんでね、細かかったんですよね。ここありますね。24、ちょっと一番下からやってみますね。一番下1メーターから。いやー、この竿穂先がね細くて見やすいですよね。すごい小さい動きにも反応してます。やっぱ当たりもこうやって明確に出るといいんですけどね。雨が近いし、イワシたくさんちょっとばらまいて就業しないと思います。手巻き大変だよこれ。来た来た来た来ました。下から1メーターかな。来ました、来ました。ゆっくりいるよね。いや引きがない、引きがなくなっちゃった。ちょっと待って、まつってる。あ、釣れてないかも。隣の家で石餅釣れてません。いや素晴らしい。おー来た、おーすごい。よし、なんで私だけ釣れない。本当に専門家だからやりますよ。怖い怖い怖い、これ高所恐怖症。あ、来た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 。あー、今回来ました。あー、2匹来ましたね。ちょっと早く巻こう。いやー、来ました。あー、軽くなった。ちょっと待って。いや、いるいるいるけど、1匹か2匹か。あー、手巻き大変。あ、なに、ちげ、なに、石場、なんかでかいよ。サバがいるんですね。サバ釣れました。赤タンですね、赤タン。でも本当船長の指示通りですね。下から2メーターから来ましたよね。あ、来た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 。手巻き大変。なんか怪しい怪しい怪しい。
祭ってる、3人祭ってる、ちょっと待って、まず魚。なるべく触りたくないので、今日はひねったりはするんですけど、まあ、練習ですからね。でもアジいいサイズですね。なんか小さいアジは釣れなくて、ちょっと大きいやつ釣れますよね。あと意外とサバ率高いっていう感じ。もう全部赤タンでいきますね。もう餌を刺す時間ももったいないんで、もう赤タン全部つけて投げてみたいと思います。サバかな。今日は LG サバ釣り。サバちょっとサイズが大きくなったのかな。美味しそうなサバ、うわー釣れた。よく食べますね。赤タンですね。赤タン今10匹ぐらい釣れて、今日はアジよりはサバが釣れるんですけど、今場所を移動してます。いや頑張りましょう。思ったよりダブルは多くないんですけど、さっきいいサイズも釣れましたし、サバもすごい釣れて、引きも楽しめましたね。腰の差が当たりを見たりとか、こう仕掛けになれるのにちょうどいい場所かなと思います。もう釣れますよね。私もちょっと集中して漁師モードに。お、2匹？お、2匹？お、ちょっと重い？あ、違う、1匹がない。お、2匹？久々のダブル？2匹？久々ダブル？お、また、おー連続ダブル。青磯目の出番。頭さよなら。あ、来た。またサバっぽいやつが。サバかな。アジだ。ダメだ、サバだよ。アジ取れちゃった。え？取れちゃった。あ、タチオ、タチオだ。ゆっくりゆっくりこっちです。針にかかってないか。あ、いや食ってるよね。まあ、味はどうでもよくなって、餌にしか見えないでしょ。いや本当何釣れるか分かんないから楽しいんだよね。だってユッピーでサメ釣ったじゃん。あと5分ぐらいです。アジめっちゃ釣れたし、ここはちょっといいサイズ出てるので楽しいですね。今日は1時40分まででした。波がなくて当たり取れやすいよね、ここは。あ、食った。食いましたね。あ、ちょっと大きいね。お、重い。思ったより重い。暴れるね。よっしゃ、いいサイズかな。あ、いいサイズのアジが釣れました。最後1匹かな、あとは。お疲れ様でした。あ、終わった。釣れないで終わりました。どうもどうも、片付けてください。